はい、えー、3442回始めます、えー、2024年9月28日土曜日入ったところですね、4時半回って、はい、そんない、もうなんか私もね、急ぐの、うん、嫌になってね、あのせかせかしたくないっていうのはあるんで、ゆっくりやってます、うんまだ今日十10分もしゃべってない、ねあの、いきます、はい、東海テレビから、これ、まあ、ちょっとしたニュース、ちょっとした、ね、犯罪とか、そんなんでもないです。はい 東海テレビ頭蓋骨などを割り壊すということで何じゃという話火葬場の職員が火葬中の遺体を金属の棒で突く行為、ね、骨の形整えるためということで10年以上前からやっているということですね、はい、東海テレビ岐阜市の火葬場でこの火葬場の職員が、ね、火葬中の遺体を棒で突き ね頭蓋骨を割っていた、割って壊していたことがわかりましたということです。うん。うん。10年以上前からやってるとことですね。岐阜市、岐阜市の岐阜市営の火葬場、岐阜市再現では少なくとも10年以上前から職員が火葬中の遺体を、えー、金属の棒でつつ,つき ついて、頭蓋骨などを割り壊す行為が行われていたということですと。と、うん。18日これ18日って9月かな？うん、ちょっと古い話。うん。とにかく18日まあ、9月18日か8月18日市議会一般質問で明らかになったもので取材に応じた。再演の長ね。再演の長は再延長は行為を認めた上で、えー、遺体に火が当たるように動かしたり。 骨の形を整えるために金属の棒を使って。いると説明しました。岐阜市菜園のえー、種田再延長ね。あのー、割れるという言葉がね。あの1、ー、番生活だ性格だと思うんですけど、割るっていうより割れるって感じね。何もせずに頭の先から足の先まで綺麗にね。火葬が進む。 今後はより丁寧な扱いを心がけようとしていますということで、まあ、あのこれ岐阜市の祭園斎場の話だけど火葬場ね岐阜市の,あのまあどこにでもありますよねあの、うん、公的な斎場ある、うん、あの仙台市なら仙台市にもあるでそこの火葬場、まあ、うちもねあの両親亡くなってるんでね父親母親あの火葬場でねあの火葬してもらったんだけどその焼いてる時に 要はうん、おそらくだけど私これねあの火使うあの何度もこのチャンネル見てる方わかると思うんですけどこの廃屋の周りにねいろんなものいろんなもの竹とかね、うん、竹とか木とか,木,とか木の枝とか葉っぱとかいっぱい私大量に出るんですよそれをあんまり大きな声じゃいないけど時々燃やしてるんです、うん、これあのちゃんと火の、ね、バケツとか何、うん、火の消すような、うん、あの火事にならないようにしっかり注意しながらねやってるんだけどやっちゃいけない。 これグレーなんですよ田舎だと、うん、あのいわゆる野焼きっていうのかな野焼きまあ基本的には NG だけどあの田舎の方だとねあの結構いろんなとこで野焼きやってんのねだから私も安全万全にしてさあのやったりしてるんだけどこれ仮装で人の体焼くってね結構大変だと思うよ。 私父親とか母親の時仮装で1時間半2時間ぐらいかな1時間半とか2時間ぐらいだと思う一人当たり多分、うん、火入れてから骨になるまでこれね、あのーや,まあ、やったことある人なんて仮装、まあ、やったことある人なんかい,いると思わないけど焼けないんだよねに、まあ、動物とか人間ってなかなか、うん、焼けないと思うよ相当の狩りくんのがないと。うん だから1時間半とか2時間ではねあの骨になるっていうのはやっぱり相当な火力よ。でやっぱりあの私もねその野焼きとかしててわかるんだけどやっぱ金属製の棒とかでこうね枝とか木とかをこうひっくり返したりするわけよ火が通りやすいように、うんあの。それと同じことやってるんだと思うよあの、うん、少し動かして体をねあの火が通 もっと燃燃ええやすいように早く燃えるよううにに早くるそうするとやっぱり重油多分重油使ってるんだと思うけど重油代とか燃料代とか安く済むしね短期間で燃やせると体を動かしてその時に頭蓋骨が割るっていうより割れるって感じだと思う、うん、のが乗ってたっていうだけですこれだからその菜園が悪いことしてたとかねそういうんじゃなくてあので頭蓋骨を鉄の棒でこうね 割るっていうんだと何かこう感じ悪い感じ悪いってこうね亡くなった方に対してあのね頭を割るわけだから頭蓋骨をねこれなんていうか不謹慎というかねうん不敬というかいうのもあるんだけど私はんでこれ特に問題視されてない一応なんかこの岐阜市の議会の市議会の一般質問で明らかになっ,てなってるけどそんな問題にはなってないんだと思うよはい。 ね、あの遺体を棒でつついてね頭蓋骨ガン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 割るとかそんなことしてなければいいと思うんだけどねあの悪意を持ってというかねいたずら目的というか例えばそれをその行為を遺体を焼いてるのをね動画で撮ったりさ今時みたいにそれネットに上げたりそれとかまずいけどまあよく火が通るようにあの火葬の時に、うん、あの金属棒でちょっとこっち向きこっち向きにしたりっていうのはねこれはね あのー、問題ないと思う私はそれだけその立場はいまあねあの本当うん焼くって大変なんですよ <laughs> 私結構火使うから <laughs> あのあの分かるんだけど何かを焼くってね結構大変、うん、結構大変あの時間もかかるしそれをローコストで、まあ、ローコストってあの要は燃料代ね灯油とか分かんない 多分火葬場なんで重油とか使ってると思うんだけど重油とかであの燃費良くしてやるためにはやっぱりね金属の棒とかであのひっくり返したりなんだりするっていうのはやってんだと思うよはい頭蓋骨を意図的にねなんかこううん怒りを込めてっていうかねなんかそんな風にやってることはないと思うさすがにそんなことはねあの菜、ー、園の方やってないと思うけどはいということですねそれだけですねはい皆さん火使う方あの気をつけてあと まあ,私もね、あ,のあんまり大きな声で言わないけど時々野焼きみたいなのやるけどあのとにかくけん周り周辺の方々に迷惑かけないようにあの煙出ないようにとかね私はもうとにかくあの私戦ってるのはこ,こ,この廃屋なる廃屋周辺の,あの草とか、うん、あの木とか枝とかそういうやつです竹とか。うん、なんで火出ないようににするにはねあの とにかく乾燥させるのが一番ね水分飛ばしてね思いっきり乾燥させてあのやるとまあ白煙出ないしねあのなるべくね周囲の環境注意しながらやって常識的にやってれば日本のまあ本州だったらうん田舎の方だったらね大ごとにならないと思うまあこれグレーなのよ野焼きっていうのは本当に北海道だと完全にアウトみたいだけどね野焼き自体が。もしかしかたらあの 注意とかかじゃ済まなないいレベルなのかも分かんないよ、うん、地域にもよるのねこれね、はい。ということでまあちょっとまあななんで私これメモったのかでもまあちょっとね、うん、確かにあの火葬場でね、うん、焼くの大変なんだろうなと私は思ってた常日頃からそんな1時間半とかで人間燃えんのかなっていう感じはしてたね今まで、はい、どんだけ火力すごいのよって思ってた。 痛いとかね、はい、1時間半とかじゃ燃えないですよ、はい、すごいなと思ってたんですよ、私、前から、はいね、それに関連する、まつわるようなニュースやってたんでね、はい、特にこの岐阜市の再現に関しては、私ね、なんだ問題ないと思いますよ、これぐらいだったら、あのただ、亡くなった方ね、死者に対する、あのーね、なんか、うん、無礼なことっていうか、不敬なことっていうかね、不謹慎なことっていうか、そういうことなければね。うん あのいいと思います。はい、終わりたいと思います。チャンネル登録高評価お願いします。失礼します。